はい、皆さん、はい、お疲れ様です。ということで今日は特別、はい、ゲストに来ていただいております。今日のゲストは本当に有名な、はい、信州大学の准教授として活動されている、はい、ボスビーさんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ボス、こんな小さなポッドキャストにお声をかけていただいてありがとうございます。こちらこそです。なんさてボス B ですからね。そうですね。早速、うん、もうたくさんあるんで質問が、うん、そうすいません、いっぱい、はい、もうカムアップしてきましたのでたくさん聞きたくて、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、でまず子供の頃の自分に戻ってまずいただきたいと思います。で最初の質問なんですが、はい、日経ウォーメンのインタビューでボス B さんは、うん、父親と母親の関係、まあ、男、うん、女、男だから女だからという考え方がおかしいと思って生きてきたと話されていて、で私的に特に興味深かったのは、ヒロインは白馬に乗った王子様が現れるのを待っているばかりで、誇れることといえば美しいことだけと思っていたと。でなんで私が馬に乗って出ていっちゃいけないの、待ってるなんて嫌だと語られておりましたが、その違和感はいつ頃からちょっと芽生え始めたのかなと。でその時の具体的な心境、日経馬にも書い、うん、日経馬にも書いたけど、はい、一番最初に思ったのは、うん、本当に幼稚園の時に白雪姫の劇を見た時なんですよ、うん、その時になんか白雪姫がプリンセスで、まあ、女の子は白雪姫が好きにならなきゃいけないみたいな、好きみたいな、うん、そういう雰囲気があるにもかかわらず、うん、私は魔女が好きだったんですよ。絶対魔女、絶対魔女の方がかっけえじゃんみたいにずっと思ってたんです。はいはい、だからその時に一番最初に違和感を感じたのはそこかな。そういうプリンセスっていう、あの受動的な存在に、うんうん、受動的な存在、そう、女性の理想像を合わせてあって、うん、それに心が動かされない私がいて、うん、悪いことしてるんだけれども、うん、能動的な魔女が良かったという、どんな方ね、能動的ですよね、小さい時から、確かに、はい、確かに、だからそこから、うん、そこが最初に感じた違和感かもしれない。面白い、うん、面白い、そういう幼稚園のレベルが面白いですね。なんでそう思っちゃうんでしょうね。なんでみんなマジョリティの人はやっぱりこのプリンセスの受動的の方にね、心が動いちゃうんでしょうね。やっぱそういう欲望があるからですかね、心の中に。そうされたいみたいな、まあ、幸せ降ってきてみたいな、それは、それは洗脳じゃないの、メディアとかの、メディアのね、まあ、周りのメディアとか おとぎ話の洗脳だと思います。そうですね、そうかもしれない。で最近はハリウッドはもう、うん、ミートゥーからどん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 、ダイバーシティの多様の多様性、うんうん、人種も多様になってきたし、うん、女性のリードも多くなってきたし、うんうん、白雪姫だってどんな昔のおとぎ話の物語も、うん、女性視点で書き換えられちゃってるじゃないですか、今の。そうですね、今の白雪姫、今の白雪姫は自分で戦っていくじゃないですか、確かに、確かに。そうですね、確かに、確かに、だから、うんうん、そういうのを見て育った女の子はそう思わないんじゃないかな。でしょうね。うんうん。なるほどね。うん、だから、大人がそういう情報発信。だから、女性も発信しなきゃいけない。だから、毒舌で女性、しかもおばさんたちが、ね、私も、私のように、こう、ズバ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 自分の視点で、行って物語を語っていくってことはすっごい大切だと思うんですよ。いやー素晴らしい、その通りだと思います。だからこそ私は SNS に、を続けることに、っていうか始めることにも続けることにも価値を感じてるし、これは、いわゆるルッキズム、先ほどのルッキズムに戻るけれども、ルッキズムといったらおばさんのくせにって、そういうのもあるじゃないですか、ありますあります、確かに、年を取った女、男は年を取ると味が出てくるみたいな、そういう形があるのに、女はもう価値が、もう終わり、女は見かけで判断されるから、もう価値がなくなるみたいな、そういうのもどん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 打ち破っていきたいなって、だから、どれだけおばあちゃんになってもずっと発信続けて、いやーいいですね、いいですね、すごい信念、おばあちゃんになってもネイルは常にね発色カラーでいていただきたいですね。ありがとうございます。ちなみになんかこう、その時の自分に、その幼稚園の時の自分に何か言ってあげるとしたら、何て言ってあげたいですか、今のボス B さんが。そのままでいけよって言うと思いますか。そうですね、そうかな、別に何も言ってあげようって、そのままでいい、うん、
でもいろいろそれはでも悩むこともあって、うちの母親が美容師だったんで、うんうん、年中の頃からなんかアフロにされたんですよ。何を考えてこの人の頭何を考えて人の、どういうアフロ、スパイラルパーマですか？もうここまでじゃないけれども、うんうん、昔テンプルちゃんとか言って、赤髪のテンプルちゃんとかいうのがあって、だから、いわゆるは黒人のアフロをイメージしていたのではなしに、うんうん、テンプルちゃんくるくるを、うんうん、でも一応アフロ、はいはいはい、なんでそういうことするかな、みたいな、あの時に、なんかみんな、周りは髪の毛まっすぐで、うん、なのになんで私だけくるくるに差し上がるんだって、思った、そういうことを思ったこともあるよ。だけど、そういう、なんちゅうのか、やっぱり、子供だから、まだ世の中に出たばっかりで、周りを見て自分だけ違うっていうのは、に違和感を感じたこともあるけども、例えば、その時の私にはいいんだよ、それかっこいいんだよって、そのまま、違和感感じるつもりないんだよ、どうせ大きくなったらめちゃめちゃになるんだからって、言ってあげるかな。ありがとうございます。どうせ大きくなったらね、めちゃくちゃなるんです。そうです。どんどん反抗するからって、君って。確かに。素晴らしい。じゃあすいません、次の質問に行きたいと思います、うん、まあ、インタビューにて、はい、大人に対してこの人たちは倫理的な思考ができないんだと思いましたと、うん、この人たちが学ぶことはない、そう思うようになりましたと語られていて、うん、こんな国出て行ってやると話されていましたが、うん、中学校の長期休暇を利用して米国にホームステイされた経験があるって、その時に他の国に住んでボス B さんの、まあ、宇宙思考っていう、すいません、本でもよく出てくるであろう、全然、はい、視点が増えたと思うんですけど、いろんな経験を積むことによって、はい、何かこう、はい、カルチャーショックであったりとか自分のびっくりする経験、まあ、今までのこう当たり前が覆された経験とか、まあ、中学じゃなくてもいいんですけど、ありますか？米国に行ったことによって。中学の時に言えば、もうなんかかなりどんどんチャラい話になってる、うん、中学の時は2つ、うん、当時ってマイケル・ジャクソンとかマドンナとか、うん、そういうのが80年代なので、うん、そういうの主流でしょ、うん、で、うん、マイケル・ジャクソン の MTV とか見るとやばい世界があるじゃないか、うん、そのまんま最初に降り立ったところがどっちだった、サンフランシスコか LA だったか、どっちが最初に降り立ったとこなんで、うん、最初に見た街がそこで、うん、特に LA なんてもうストリートでブレークダンス、ブレークダンスとかやってて、はい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 、やば、うん、みたいな、もうなんか、うん、今うん、若いからさ、ドキドキするんですよ。はいはいはい、そうですよ、そうですよ。ドキ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 って、うん、いやーこんなんいいのかなみたいな、うん、それまあ私地方育ちだし、うん、カルチャーショックといえばそのドキドキ、うん、でさらには、うん、ローラースケートのディスコとか流行ってて、その当時はね、はい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 、行った時になんか私最初ローラースケートできなくて、うん、でも行って、うん、でこうやってこう恐る恐るやりながら、うん、パッと落ちた時に、うん、めっちゃかっこいい男の子がはいはい1歳か2歳ぐらいの上の男の子がさっと手を差し伸べてくれたんですよ。うん、で、かっこいい、ね、立ってってニコッと笑って、うん、もう私その時もドキ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 、もうダメですよね。もう惚れますよね。惚れる。てかそんなことせんやん、って日本の子はみたいな。そうですよね。だからそれがカルチャー、一番大きいカルチャーショックって覚えてたら、いや男が優しいっていう。優しい。おうんうん、確かに、男がいわゆるなんか、うん、いわゆるレーディーファーストっていうのも実は男女差別だと思うんだけれども、うん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 、そのレーディーファーストさえもない男尊女卑の世界から確かに確かに、レーディーファーストがある男尊女卑の世界に行って、うん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 、どっちも男尊女卑なのかもしれないけれど、ね、このレーディーファーストに私はカルチャーショックを受けたかな。いや嬉しいですよね、純粋に、うん、だからでもそれを突きつけるね。